皆様新年明けましておめでとうございます。新しい年の幕開け、皆さんいかがお過ごしでしょうか。フラワンダフルライフ、今年も植物類の毎日やっていきましょう。はい、おめでとうございます。いいですね、新しい年明けました。2020年大変な、皆様にとっても大変な、イレギュラーな1年だったと思いますけど、とにかく新しい年になりましたので、今年こそは世の中が、ね、変なものが落ち着いて、いいことがどん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 こう、なんか蔓延するというか、広がるような、そんな1年にしていきたいなと思います。植物のこともそうです。園芸のね、フラワンダフルライフもそうですが、楽しい1年にしていきたいなと思ってます。 YouTube でもどんどん発信していきます。今年も改めて、どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと新年のご挨拶っぽくしてみました。ということで、新年一発目の YouTube 動画ですけど、昨年のね12月に、うちに、ね、当店に来ていただきましたカーメン君とのコラボ、対談のYouTube 動画で、今年1年スタートしたいと思います。それではどうぞ。フラワンダフルライフ、いいですね。今日皆さん植物色の毎日やってますか。今日はもう、はい、はい、自己紹介したもんです。そうですね、自己紹介しましょうか。してもらいましょうか。はい、はい、愛知県豊橋市から来ましたカーメン君です。わかりにくい自己紹介が。あっさりです。カーメン君です。よろしくお願いします。鬼チャンネルの皆さん、よろしくお願いします。嬉しいな、なんかゲスト感がある。はい、ちょっともう、ね、宣伝も、コーヒー入れつつなんで、はい、これってあれですか、隣のそうですテナントの、はい、美味しいうちの自慢のアロマショコラのチョコレートのフレーバーがするコーヒーでございます。こちらをちょっといただきながらお話を。お話ししますよ。お話ししますよ。何の話しましょうかね。鬼チャンネルさんの方で、はい、店長の紹介っていうのって、はい、具体的にやられたことあるんですか。あら、そう言って言われてみるとないですね。あ、それはいかんですね。なんかこう隠してるわけでもないんですけど。それはいけないですね。あまり興味ないかなと思って。いや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 、聞きたいですか。聞きたいですよね。私ですね、実はこうお会いしてこうやってちゃんと話すの初めてで、はいはい、お互いは画面を通して見てるっていう関係 で、ね、はい、今日初めてお会いしたんですけど、もうなんだろうな、友達になっちゃったみたいな。あ、そうですね、もう勝手に親近感で、そう、意気投合して、で聞いたところですね、店長は店長は男の人 と、ゴールドエイジ層の方の女性に強いけど、はい、若い女の子には弱いと、はい、いう情報を得てですね。その情報しかないんですか。私なんか似とるなと、私と似とるなと思って、はい、で、はい、結構こうすごく個性的じゃないですか。はい、僕は至って普通だと思ってるんです。すごく個性的なんですけど、寄せ植えがめちゃくちゃ可愛いね。皆さんうなずいてらっしゃるんですけど、結構天才的でしょ。そう思います。私も嬉しいですね、ありがとうございます。結構男性の寄せ植えをこう作ってボンボン発信できる人ってあんま業界少ないと思ってて、はい、結構女性の方がメインで寄せ植えっていうカテゴリーって多いと思うんですけど、はい、寄せ植えこれやりだしたというか、基本的に園芸屋さんに入った経緯みたいな、経緯、はい、はい、今、まあ、鬼塚ね、ここにいるんですけど、はい、もともとお花をやってるところというか、お花屋さんだったりお花を売るところだったり、お花関係のお花関係に、うんうん、の仕事したくて。なるほど。でそれが学生高校生の時にちょっとお花屋さんでバイトをねして、うんうん、なんかかっけえなと思って。おお、そこでもうかっこいいっていう発想になったなりましたの、ね、は何かそういうモデルの人がおった。いやいや、そういうわけじゃなくて、知り合いに誘われてちょっと手伝ってって言って言われて手伝ったんですけど、はい、何日かしかしないんですけど、はい、なんか単純になんかかっけえなと思って、これなんかお花のことしたいと思ったんですけど、うん、全然知識もないし、そうですよね、最初はね、経験もないし、でもやってないし、で、お花知らないからって言って
お花のなんかアレンジとか、うん、そういうスクールに行けばよかったんですけど、はい、そういう頭もなくて、はいはいはい、なんか園芸だなと思って、なるほど単純に、なるほどなるほど、園芸のある学校に行って、あ、学校は出られた、学校は一応出てます、一応っていうことはこれあれやな多分授業あんまりやってないな、黙秘権使えるんですよ一応出たっていう言い方は、はい、あの一応出ましたで、鬼塚さんに会って、はい、鬼塚社長に会って、はい、あ、面白そうな会社だなと思って入ったのがきっかけなんですけど、予選しだしたっていうのは、うん、こう直売、もともと直売なんですよ、直売、あの生産してるものしか販売できないスタイルだったんで、その直売だとこう植物 の、 こうなんていうの、幅がすごい狭いんですよね、そうですね、こう単品単品っていう売り方だけっていうことですね、はい、そうなんですよね、それをなんかよりこう価値をなんていうのか素敵に見せて、はい、あの手に取ってもらいたいと思って、はい、普通の植物しかないんで、はい、そう普通の植物なんだけど普通のお花なんだけど、うん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 、こうしたら可愛いよみたいな、なんか化けさせたらもっとこう価値がこう上がらないかなと思って、ああなるほどなるほど、でそれもあったり、僕知らないことだらけだったから、はい、触らないと分かんないだろうと思って、なるほど、とにかくとにかく全部触ろうと思って、なるほど、で全部あの触って植えて、はいはい、植えたもののお客さんを見て、なんかいいとかね、あの、うんうん、素敵だとか言ってくれるのがまた、うんうん、ね、あの嬉しくなって、なるほどなるほど、ずっと植えてますよっていう、でも寄せ植えばっかり、寄せ植えばっかりでもないんですけど、うんうん、まああの中心に、はい、まあ花壇とかお庭だとかもするんですけど、まあ、はいはい、基本的にこう誰でも扱えるっていうか、そうなんですよ、あの2チャンネルさんのチャンネルで出てくる植物たちって、はい、まあ、業界だとやっぱりいろんな品種があるじゃないですか、はい、もう本当に変わった品種変わった品種って、やっぱあれ使い出すと本当に限られた人しかできないじゃないですか、はい、そういう寄せ植えって、なんだけど鬼チャンネルさんだって本当に良心的だなと思うのが、案外こう全国で手に入りやすいような園芸線で、はいはい、っていうのをメインでこう使ってくれてるんで、あの非常にね、はい、あのそのここだけのっていうよりはもう全国レベルで見たら同じようなテイストの寄せ植えができるっていう教科書みたいな感じ、ね、はい、あのもうまさにあの、はい、嬉しいですね、あのそれ狙ってたんです、狙ってるっていうか、もう結局その血話で終わるじゃないですか、そうですね、そうです、そうです、その嫌で、はい、あのでコメントとかもたくさんいただいて、うんうん、うちの地域でも買えるとかありますかねとかなんとかよく言われるので、そうですそうです、どこでも手に入るもので、うんうん、まあ、どこでも手に入る食材でこんな料理ができますよっていうのをちょっとしてみたくて、はいはい、提案をするっていうところですね、はい、そういうのが面白いかなと思って見てくれるかなと、まあ、見てくれる見る人にとっては結構自分の、まあ、チャンネルもそうなんですけど、はい、もう本当に何て言うのかな、初めての方がすごく多くて、はいはい、もう多分自分のチャンネルでも8割9割ぐらいは本当に初心者さんって言われるぐらい、本当に初めて半年とか1年未満の方が多いんで、どちらかといえばあんまりこうついていけないような話とか、はい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 、難しい、そのあんま見たことない種類のものを入れちゃうと、ね、本当に逆に見れなくなっちゃうっていうのがあるんで、今あれじゃないですか、ちょうどコロナで、はい、うちのお店そうなんですけど新しい方がすごく増えた、あ、もううちもそうですね、そうですよね、はい、これ多分全国的にそうだと思うんですね、ね、せっかくだからこう園芸をね始めてみようかなって思ってらっしゃる方が多くいるんで、うんうんうん、なんかこう楽しくね、楽しくしてもらいたいんで、ね、いいですね、なんかこう難しいって深掘りするのはまた、ね、別の機会で、はい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 、もうとにかく発信することは誰でもできそうだな、やってみたいなと思ってもらえるようなっていうのがテーマで、いやー嬉しいです、で今日あれなんですよ、私の違うチャンネル、私のチャンネルの方でちょっと鬼塚さんのところの店舗のお客様とちょっと接しさせていただいたんですけど、最初のお客様が男の子で、はいはい、男性の子っていうと大体うちのお店のケースだと観葉植物とか、はい、庭木類とかそういったものをやっぱ植えたいとか飾りたいっていう方が結構多いんですけど、もう初っ端から可愛い寄せ植えが作りたいって言ってここに来られた男の子がっていうのが私ねすごくね印象が深くて、なんか寄せ植えって言うとやっぱり女性っていうイメージがあるじゃないですか、で女性だからこういう可愛い寄せ植えができますよっていうスタイルなんだけど、まあ好意じゃない、なんかこういうモデルケースで可愛い寄せ植えしてっていうと男の子でもやっぱそういう
なんか感性っていうのかな、はい、こういうなりの人がこんな可愛いの作れるんだとかさ、そこにかっこいいとか、はい、なんかそういう憧れみたいなもの、はい、っていうのはお兄ちゃんは出せるかなっていうのすごくね、お客さんから今日ちょっと見た印象、嬉しいですね。嬉しいですよね、そのお客さんね、来てくれて。僕いつもなんかよく言われるんですよ、なんか、ね、うん、男の人が作ってる見えないとか。あ、そうです、そうです、そうです。結構本当にラブリーなもの、はい、ラブリーなですよね。でも普通に見て可愛いでしょ。だっていや可愛いんですよ、可愛いんです、可愛いんです。その私もね結構こう個性的なんですけど、はい、結構女子系なんか可愛いの可愛いって僕自分の顔見てないからいつも俺見てる自分の顔めっちゃ見てる俺見ながら喋るわけじゃないじゃないですか。はいはいはい、はい、だから可愛いでしょこれって普通に言ってるとみんななんか意外って言うんですけど、あ、そっか、みんなこれ見ながらそれ聞いてるから多分そう思うんだろうけど、僕普通に可愛くないですかこれ。可愛い、俺すごいあん可愛いってなっちゃうもんちょっと乙女じゃないですけど、でもだって実際本当可愛いもんね。そう、そうなんです、可愛い花を ね一緒に植えて可愛くならないわけないじゃないですか。そう、結局って言って言葉で出して可愛いって言うとちょっと恥ずかしいとかかっこ悪いとかっていう印象はあるんですけど、はいはい、僕もお兄ちゃんもそうだけど普通に声に出して全然ないですね、なんかね、はい、言えるっていう環境を作りたいですよね。そうですね、はい、男の子も来てこれ可愛いなとか、なんか言ってもらえると、うん、そういう方がね最近増えたんですよ、男性。あ、増えました、やっぱり。なんか男の、うん、男性でもやっていいんだじゃないけど。あ、そうそうそう、そうです、そうです、全然いいですよ。あ、そうです、そうです、そうです、それのがなんかもっとね、うん、男性なりのこう捉え方もあるし、そうですよね、女性なりの可愛らしさを出せる場合もあるし、こうお互いいいも悪いもあると思うんで、うん、なんかこうもっと行き来して、うん、なんかボーダーレスでやったら、うん、ですよね、ですよね、はい、なので声を大きくして言ってます。可愛い、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 言ってます。可愛いですってね。今度来たらさ、お兄ちゃんめっちゃ可愛いっていうキャラ変したよねみたいな。そうなってると面白いね。ちょっと変化したね。変化した。ここの店長は2人でおるとちょっとヤバそうな感じのお店にね。誤解を招く表現がありましたのですいません。気をつけます。そうなんですよね。でも本当にそれはすごく。この、うん、はい、まあ、園芸店っていうジャンルが同じなんですけど、私どちらかっていうとそんなにこう寄せ植えをガンガン作ってるっていうお仕事では逆にないので、はい、すごくこの可愛い寄せ植えをちょっと言い方悪いですけどちょっとね、はいはい、いかつそうなあんちゃんが作ってるっていうのは、ね、なんかすごいいいなとかすごく共感が、これがなんかめちゃくちゃ若くてめちゃくちゃかっこいい人が作ってるとすげえ嫉妬する。若くなくてあんまかっこよくないから、ね、いやいやいや、でも僕本当いつまで作れるかなと思ってるんですけど。何言うんですか。寄せを作り続けるのがね、いやいやいや、生涯現役でいこうかなと思ってるんですけど。あの店長何歳なんですか。43です。おー、1個上僕42歳です。あ、そうなんですか。そうです、そうです。今すいません、今日本当初めてですよ。話をしましたよ。俺が知ってるのは店長はカレーが好き、スラムダンクが好き、スラムダンク好き、はい、好きですね。その情報しか入ってないんですけど、なんかすごくね親近感。生涯現役ってだってまだ43でしょ。そうです、はい。今は多分何十、90歳ぐらいまで生きれるでしょ多分。僕150まで生きようと思って。おー、すごいすごいすごい。できるかななんて思って。あ、すごいですね。できるできるです、できるです。お花と一緒におれば多分できますね。そうですね。でも本当エネルギーもらえるじゃないですか。本当にそれ思うんですよ、はい、ちょっとなんかこうなんかね今日うまくいかないなと思ってもよし、とりあえず植えてみようって植えたらなんかすっきりするんですよね、うん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 、そういう力本当にありますよ、本当植物って。素晴らしい、いいこと言った。これ皆さんいいこと言ったよ、今ね、いいこと言いました、ね、本当にそうです。本当、本当そうと思う。拍手が出た。いいとこは2回目ね。そうです、本当に土いじるだけでもなんかもらわないですか、こうなんかすごいストレスをなんか発散じゃないですけど、なんかこう気持ちが良くなるというか、まあそういうことができることを仕事にして、こうまたこうやって伝える機会をいただいてるっていうのはすごいやりがいがありますね。ねえ、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。なんか YouTube っていうプラットフォームというか、はい、あのジャンルって園芸業界ってあんまりまだあれじゃないですか。
そうですね、まあ、個人でやってられる方はね、はい、何人かおると思うんですけど、園芸屋さんでこうしっかり取り組んでやってるっていうのと、あとまあ店長が代表としてやるっていうこうことができてるというか、これ YouTube 自体は変な話、はい、どうやろうと思ってやっちゃった感じですか。いやそれが、うん、それはもうあの2年前なんですよ。あ、じゃあ結構あれですね。結構前で、もともとこうオニフェスっていうイベントやってて、オニフェス年に2回やってて、今ちょっとできないんですけど、はいはいはい、いろんなコロナとかで、オニフェスの出店者さんを紹介すると、うん、なるほどなるほど、なるほど、そもそも始めたんですね。あ、なるほど。やっぱり動画でこう、はい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 で、そのまあそれで始めたんですけど、うん、その後あの自分がよく実演をしてるので、お客さんを集めて あそこのカウンターバーみたいなところ で実演をしてるので、はい、来れない方に実演の風景をこうちょっとこう撮って、流してたっていうのが1年ぐらいやってまして。あ、なるほどなるほどなるほど。でコロナやっぱねなってなかなか、実演もできない、教室もできないという中で、まあだったら動画で、はい、よりちゃんとして、うんうん、あの発信したらどうかっていうことで、コロナになって改めてマイクを買ったりなんだりいろいろ、はい、ちゃんとするんでしょ。これ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 びっくりしたでしょみんな。これなんか最近のあれでしょ。そうです、あの隠し玉でしょ。そうです。この パネルというか、ヒーローインタビューみたいなしてみたい。おすごくないこれ。ここの前でさ、だいたいこうね、インタビューされてさ、そうそうバシャ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 、ちょっと作ってみて。ここいいじゃない、なんかフォトスポットになるよね。皆さんスポンサーはたくさん空いてますので、あの、ね、スポンサーでさ、ここいろいろな園芸店もそうだけどさ、なんか個人でもいいじゃない、お客さんからでもね、ちょっとなんか募集しておりますので、ぜひ。そういうスタイルって今までないからさ、はい、私もこの地域で本当に活躍する園芸店さんってやっぱ地域のお客さんたちがまあ一番大事な方々じゃないですか、はい、と一緒に協力してやっていくって言ったら、こういうところになんかこう あるだけでもさ、なんか自分がファンだったらすごくそれあることがすごく誇りというか、励みになるというか、嬉しいとかってあるんで、はい、まあ、スポンサーが誰もいなかったんでね最初。そうなんです。全貌鬼塚だもん、ね、はい、全貌鬼塚です。はい、よく見てください、これ全貌鬼塚ですね、はい、共産企業身内というか共産企業は全部身内なんで、はい、なんかこういうところも本当に問屋さんとかメーカー、そうですね、最終的には俺お客さん、カーメン君もやっぱいるじゃん。カーメン君多分すごい枠取っちゃうよ俺。じゃあそれ3個ぐらいカーメン君聞きました。カーメン君数枠で出してくれると今おっしゃったのでね。いや怖いな値段が。ちょっとお兄ちゃんぜひよろしくお願いします、ね、もうここ面白いですね。なんかこういうのをちょっと作っちゃうみたいな、ね、勢いがね。カーメン君ガーデンチャンネルは質素にやってます。いやいやいや、もう逆に聞きたいんです。あのすごいあのなんか人柄も出てるし、聞きやすいし、あの優しいですよね。なんかこういつもね、優しいよ俺結構優しい。もう本当その優しさそのままでしたけどね、お会いしても。優しいっていうか、週に 3回、いや3本、3本ぐらいは出しますね。まあまあそれはそれでね、いいですけど、結構その私今日初めて鬼塚さんのところで、初めて違う、そんなバイトをする店長なんかいないと思うんだけど、そうですね。ちょっとお仕事をやらさせてもらって、最初の挨拶、はい、あの超意外だったのが、最初の普通のお店の挨拶って、はい、これお客さんおって聞いてもらってもいいですかね。大丈夫です、ね、はい、大丈夫。お客さんをどういうふうに、接客とか持ってあのなしたらいいかっていう話を最初に聞いたんですよ。これそしたら、いやうちのお店はいらっしゃいませは言いませんと言ってました、はい、いきなり、はいはい、普通のお店って大体いらっしゃいませでしょっていうのが、まあ、定番というか、はい、最初に教わること、いらっしゃいませ、ありがとうございましたみたいな、はい、業務的なと言ったら業務的なマニュアルがあると思うんですけど、いやうちは言いませんと。じゃあ何を言うんですかって言ったら、おはようございます、こんにちは、さようならとかっていう、まあ一般の本当に人たちにかけるような声掛けを基本的にルールとしてますって言った時に、いやめっちゃ共感するわと思って。ほら、よかった。私も結構そのお客さんとの距離っていうのは本当に縮めたいとか、例えば同業者でも極端な話、ちょっとライバル店とかあの野郎とかなんかそういうことも出るとは思うんですけど、そういうのもやっぱ取り払って、そうですね、ちょっと近づいてやってたら盛り上がるじゃんとか、はい、なんか人柄の、ね、人と人ですから、お客様とお店なんですけど、そうですね、店員とお客様とか店員と業者さんとかじゃなくて、うんうん、まあ、誰でも
こんにちはとおはようございますとか、そうですそうです、誰でも言えるじゃないですか、なのでそれの方が、ああすごいよね、気が楽に、これでも結構勇気いると思うんですよ。そうそう、うん、まあこれは分かんないですけど、結構そのいきなりおはようございますとかこんにちはって言うと、え何こいつっていう、いやいやでもなんかね、共通の挨拶かなっていうか、そうですよ、基本もそうだと思うんですよ。なんだけど結構そのサービス業っていう枠で考えたら結構勇気がいる行動だなっていうのは、そうですね、サービス業のねマニュアルにはないと思うんですけど、そうですよね、まあ、うちらしくというか、そうですよね、気持ちをね、こうそうですそうですそうです、よくっていうか、すごいすいいお客さんばっかでした今日。いや俺本当そうなんです、私結構こうテンションが上がると、あのお客様との距離が、はい、距離が最初にちょっと近づけようっていうぐらいでおるんですけど、だんだんこう近づいちゃうんですよ、はいはいはい、でなんか5分後ぐらいには友達みたいになっちゃうんで、はい、すごくね失礼と言ったら失礼なんですけど、買っちゃうとかって今日言いましたけどね、お客さんにこれ買っちゃうって、でもそれがやっぱ一番いいとこじゃないですか、やっぱカーメン君のなんかね、やっぱそれで僕らには真似できない。いやいや、でもそのバックボーンというかそのベースを作っていただいてるお店のお客様なんで、多分それがすんなりとこう来たのかな。今までそれがこうカッチリしたとこに、皆さん喜んだ、買っとくとかさ、これもう一個言っとくって言って僕も言っとくはない僕もね、なんかおにちゃんももっともっとで、まあ通常どういう感じかわかんないですけど、すごい人柄いいですね。ね、いやでもこれさっきね言われたじゃないですか、なんかこう話しづらいみたいな感じの人もいるって、はい、それも YouTube 始めたら、うん、ものすごい皆さん声かけてくれるようになって、そうですそうです、そういう効果ありますね、植えてるところにみんな寄ってきて、うん、ね、今日何か植えるんですかなんてね、すごい声かけられるようになりました。だっていつも見てますよ、お兄ちゃんが喋らずにこうやってやってたらちょっと怖いもんいや怖いでしょ、マスクの人めちゃくちゃ笑ってるんですよ、いやニヤ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 しながら、かわいいなこれ、これかわいいな、恥ずかしいから隠してるんですよ僕ね、おかしいでしょ、だって上なんかニヤニヤニタニタしてね、いいのできたななんて思ってね、ちょっと気持ち悪いかなと思って、分かった分かった、じゃあこれからあれですね、鬼塚さんとこで井上店長がマスクしてたら多分ね、ニコニコニヤニヤしながらこうやっていじってるね、めちゃくちゃ満面の笑みですよ、ちょっとやばいやつだそれねあれ多分ニコ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 してるよみたいな、でもなんかそんなイメージで持ってもらえるといいですよね、はい、はい、そうですね、本当に、はい、もう気さくに皆さん気軽にお声かけいただけたら、なかなか園芸店の店長さんでこういうパターンは珍しいかなっていう、パターンですか、こういうパターンは珍しい、ナチュラルですからね、ナチュラルだ、そうそう、ナチュラルをこう全面的に出せるキャラクターはなかなか珍しいなと思って、すごくいいテンポだなと思って、初めてですね僕をこう掘り下げられたのはね、そうですか、はい、だって鬼チャンネルさんもだって一応業界ではね、これ皆さん井上店長ってめちゃくちゃ有名で、雑誌にめちゃくちゃ出るし、本もフラワンダフルライフフラワンダフルライフ、そう、はい、本も出して、はい、業界ではねめちゃくちゃ本当に有名で、私なんかはもうほとんど出ないし、どっちかっていえばもう影の人間なんで、あまりこう日向がまぶしい人間なんで、なんかすごくね最前線の業界で働いてる方でね、いやまあまあ、はい、本当にすごい方なんだけど、こう気さくで本当にそうそう、はい、なんかこういう本出すとさ、ちょっと有名人すぎてさ、ちょっと近寄りにくいとかってあるじゃん、やっぱりね、なんか喋らなかったらさ、めちゃくちゃ笑ってるでしょ、ここ笑ってる笑ってる、いつもこれなんだよ、この歯がこの白いのが出てる、ぜひ1500円、1500円でございます、これちょっと見てください、内容濃いんです、買ってない、ぜひ買ってよ、立ち読みした、こうやって、あーすげえなと思って、俺こんなできないなみたいな、しかもこれ見てるとやっぱ店長ちょっと怖そうやなとか、マジで、いやいやいや、このニコニコはしてますよ、それもちろんニコニコしてるでしょ、うん、ニコニコはしてるけど、なんかちょっと怖いかつそうだなと思って、すげえ怒られちゃったらどうしよう、風評被害だよそれっていやこれがこう解決したじゃないですか、解決、はい、うん、解決しました、これ本当にこう思ってる方も多分いると思うんで、あ、まあ、まあまあそうでしょうね、そうそうそう、はい、YouTube 見てとか本当に、はい、九州は園芸盛んそうですね、はい、本当に盛んな、もうたくさんいいお店もあるし、うんうんうん、作ってらっしゃる生産の方もね、うん、すごい、もう日本でも名をそうです、轟かせてるような生産者もたくさんいらっしゃるし、たくさんいる、はい、
愛知県よりも全然九州。いやいや、もう愛知でしょ。愛知と九州っていう感じじゃないですか。うん、いやでも園芸店がすごくたくさんあるとか、園芸店のそのお客様、はい、まあ園芸店がたくさんあるからその周辺のやっぱりお客さんたちも盛り上がっていくしっていう、はい、園芸人口としたら九州の方が俺ちょっと盛り上がってるというか、すごい熱量が多いお客様が多い気がしてますね。なんか好きな方が多いなってのは思いますね。人口は決してこの周辺も多いわけじゃないんですけど、本当皆さんね、たくさん、ね、植えられるし、そうで結構やっぱねいい植物多いっすよ。やっぱ九州産地っていうのもあるのかな、はい、これ立地っていうかその土地柄も生産者さんが ね、いい生産者がいてっていうのはすごく有利な、そうです ね、まあ、地域というか高齢地がなかったりしてちょっと、まあそうですね、不利な面はあるんですけど、でも冬の生産とか、はいはい、とかですね、そういった面では、であとやっぱりもともと条件が良くないところで作られてる方も昔からいらっしゃって、みんな腕があるんですね。腕がね、あ、なるほどなるほど、環境は変えられないじゃないですか。そうですそうです、暑いし、そうですね、そうですね、だけどその環境をうまく生かす人と、そのやっぱりアドバンテージをうまく生かして、はい、やっぱり不利なところを技術でカバーするみたいな人が多いので、なるほどなるほど、よりなんかこう棚持ちも良かったりしますよね、はい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 、なるほどなるほど、腕がいい生産者さんが多い、多いと思います、ね、多いってことね。いや、いいですね。鬼塚さんの近くに住んでる方々、いいっすね。あ、いいっすね。いいですよね。いいですよ、九州住みたいわ、俺。あと10年したらガーデンガーデン出そうかな、みたいな。出すガーデンガーデン、ここの一角でいいや。ここの一角でいいや。ただ俺が降りたいっていうだけ。もうカーメンで出すべき。カーメン君。カーメン君の部屋っていうのをここの一角でさ、作って。やりましょうね。人生相談室みたいな。もう逆にそっちの豊橋に。豊橋店にね、はい、お兄ちゃんが出てくれる。いや、僕も実は何度も行ったことあるんですよ。ああ、そうなんですか、はい。お会いしたことないですよね。ないんですよ。ないですね。結構入れ違いが、はい、忙しかったりとか。びっくりしましたね、広いお店でね。いや、まあまあ、まだまだ全然。全然今日はもう。ちょっとお勉強を本当にさせていただいて、もうちょっと気を引き締めてお店の方をYouTube もそうですけど、お店の方も頑張って、いろいろ教えてください、本当に。とんでもないです、とんでもないです。ありがとうございます。はい、で逆にちょっと今ね、質問っていうか、はい、お客さんちょっと何人かいらっしゃるので、何かあったら、聞きたいことあれば、今日は特別に数名、本音で喋るということですので、はい、なんか先ほどね、言われたのありました？ん？男の？はい。男がする、はい、まあ、寄せ植えとか園芸のそのまあ可愛さとか、はい、うん、感性の磨き方、感性の磨き方、どうやって磨いていって今があるのかっていう。ああ、なるほど。なるほどですね。感性、僕は僕センスがいいとかよく言われるんですけど、うんうんうん、別にそんなことはなくて、僕はね、とにかく誰よりもたくさん植えました。あ、なので誰よりもたくさん失敗もしてると思うし、誰よりもたくさんうまくいったのかもしれないんですけど、こういうふうに植えようとかっていうの全く僕なんか習ったりとかしたことがなくて、自分がこれとこれいいかなって思うものを植えてみた。でそれでなんか良かったなとか悪かったながたくさんしてきたんで、やっぱりたくさん、まずは、園芸だったらたくさん植えることだと思います。そして、その園芸以外の飛び出したところでもたくさんアンテナを張って、なんかこう世の中にある素敵なものをたくさんこう見て、例えば見るだけじゃなくて食べてみたりなんだとか、うんうん、いろいろこうするのがいいのかなっていつも思いながら、寝る間を惜しんで僕ショートスリーパーなんで。あ、そうなんですか。はい、なので。あんま寝ない。あんま寝ないです。あ、なるほど、なるほど。なので、もうなんかずっとなんか考えてる。もうなんか、なんか考えてますね。へー、すごい。はい、好きですね、いろいろ。好き、考えるのが好きってことですか。はい。なるほど。やってみるのも大好きです。大好きってことですね。自分の場合は、もうほぼおんちゃんと同じなんだけど、やっぱ、上手くなるって本当に失敗しないと上手くまずなんないんですよね。そうですね。そのなんで自分も今でもそうだけど、やっぱ枯れちゃうものも出てくるし、挑戦してダメだったものとか、意外に小さくなった大きくなったっていうのが今でもあったりするんで、もう本当にこうチャレンジしていくっていうこ
ことと、これもんちゃんと似てるんだけど、本当に花だけ見てると多分あんまり上手にならないかなっていうのは思っていて、いろんなジャンルとか業界ってあるじゃないですか。まあ、自分の場合だと結構好きなのがそのファッションとか、個性的な色の使い方をしているとか、おしゃれな人とか、なんかそういったも雑貨もそうですけどね、雑貨を見てそのインテリアデザインとか、なんかそういったところを着目して色がこういう感じかなっていうのがだんだんこう刷り込まれていって、こういうのを合わせるときになんとなくこうこんな感じかなみたいな、あんまりガチで考えたことはそんなにない。本当にやってみてこんな雰囲気かなって。なんで結構ファッショナブルじゃない、やっぱ俺これそう思うんですよね。やっぱ園芸店で働く人ってファッショナブルの方が本当はいいと思ってて、なんかそういうところからデザインとかセンスとかで、あと植えた後の過程っていうのはもう本当失敗ありきでいろいろこうチャレンジできるかなと思うんで、いろんなところを見るといいっていうのと、あとは本当にこう気軽に話したり相談できたりっていう園芸店舗、ここがあるのはすごく大きい。あともう一つ、僕お客様によく言うんですけど、やっぱり自分の好きなものを植えてほしいなと思って。あ、俺もそう。よく、なんかね、まあどうしてもね正解を求めちゃうっていうか、何と何植えたらいいのかじゃないけど、全くないんですよ。全くなくて、いやもう好きなものと好きなものを植えるのが一番楽しくないですかみたいな、それをもう躊躇せずまずは、好きなものを選ぶとこから楽しんでもらって、植えてみてなんか結果なんか良かったり悪かったり植えてみなきゃ分かんないんで、なんかそこは思いっきり楽しんでほしいなっていつも思ってます。わかりますよ、わかるけど、なんかね、鬼塚さんとこの店舗で何人かに言われたのが、種類がめちゃくちゃあって選ぶのが迷っちゃうっていうのが、やっぱまああるあるなんだけどね、これ。そうですね、まあ、あるあるなんですけど、それはもうそうです ね、 やっぱそうと。なんであれ本当に寄せ植えのさ、見本とか入り口にすごくたくさんあったりするじゃないですか。あれ写真かなんかで撮って、あれ見ながら商品選びとかするといいと思う。結構見ただけだとその時はこう思うけど、売り場行くとあんだけたくさんあると結構しう、ね、そうシュンってなくなっちゃって、結局どれが良かったのかなってなるんで、あんだけいいサンプルがあるっていうと、全然、ね、写真撮ってもらって OK なんで、なんかこう、あこれこれかみたいな感じでお花選びしていただし、迷わずにというか。そうですね、高瀬大丈夫ですか、お父さんいいですか。どちらがランプを売されたんですか。あ、今回ですか。今回はカーメン君。そう、自分のチャンネルでも言ったんですけど、ラブコールはしたんですけど、これですね、私も正直その九州に来るっていう予定で今回来て、じゃあどこに行こうっていうのが正直なかった状態から、九州だけ決まっていてっていう話で入ってきて、私の YouTube のコミュニティの方で九州のおすすめのスポットありますかって言ったら、もう100人ぐらいがバーッといろいろ、九州でもその福岡も今回そうですけど、大分県とか宮崎、鹿児島、長崎とかいろんないいところを教えてくれて、でその中で一番多かった声が、鬼塚さんのところに行ってほしいっていう意見がすごく多かったん で、 で YouTube ももちろんやられてて私も知ってたんで、いろいろ園芸店あるんですけど、まず先にお兄ちゃんの方にちょっとこれこれこういう理由で行くんで撮影させてくださいっていう感じのコール、まあラブコールはしたんですけど、まあやっぱリクエストが多かったから、まあ、それに応えたっていう感じで今回は。そうですね、はい、お父さんなんかないですか。私なんかもこうあんまりやってなかったんだけど、ガーデニング、はい、カメ君がほら最近のやつではこうやったらいいよっていう先生的なところと、土の根っこが残っとったらこれはねもう振るったらいいけど振るわんでもいいよっていう、はい、あのこうギャップの良さ、はあはあ、やっぱやった人だから、はい、ここまでした方がいいんだけどここまででもいいよっていう、 あれが非常になんか感動するんで、ああいう言葉の言い方っていうのは今後も続けると近い存在で話してくれるっていうのは嬉しい。だから続けてほしい、ね、近い存在で、そして勇気をね、こう勇気ね、なんかね、やれるんだっていうね、こう与えてるってか、 なんかね、お父さん、ね、私ね 100% じゃないんで、8割か7割できればいいっていうぐらいのスタンスを常に持ってるんで、 100% で全部やるとガチガチになっちゃうじゃない、やっぱ、はいはい、あれもやらんとかこれもやらんとかこれもやらんとか、じゃあこの場合はどうなるんだああなるんだって言うとできなくなっちゃうんですよね、この、はい、考えすぎちゃって、ね、考えすぎちゃってパターンが変わったらまたこう、じゃあこのパターンはどうやって 100% に持って
きたいかって、そんなことやってたら何も進まないんで、はい、とりあえず8割7割は成功するよっていう、あとは地域とか土質とか天候とかってもう全国全部違うんで、はい、ここの豊橋エリアではこれで OK なんだけど、結局東北行ったり九州行ったら全然環境違うじゃんって絶対あるんで、 100% の答えってやっぱ出せないので、どうしてもまあとりあえず70か 80% ぐらいの気持ちで取り組んでいくと長くこう続けられるんじゃないかな。まあ失敗ももちろん2、3割はしますよ。でも本当知ってることとか経験したことをそのまんまあのね感じでこう伝えてくれると非常にやりやすいですよね。分かりやすくてね、あやれるやれるって思うね、こうなるじゃないですか。あれやっぱいい、やっぱすごいなって思う。あれなんか 100% できない男なんで、いや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 、なんかもともとで、あんまり作り込むとさ、うん、まあそうですね、そう やりすぎね、そうなんです、するとあのキリがないしね、やっぱそうなんです、キリがないし、本当に喋り出したらね、こればれも更新の時なんて、はいはい、言わないといけないことなんか山ほど出てきちゃったら、もう YouTube なんか見ないですよ。そうですね、まあ、でもめんどくさくて、もうあのお客さんが知りたいことをね、やっぱり的確に、的確にポイントでね、ポイントに本当にやられてるから、あ、なんか、いいかなっていう、あこれはやっぱ園芸店行ってみようかなって なるだろうな。園芸店に私はもう行ってほしい。ね、いい園芸店に行ってほしい。本当そう思いますね。園芸する人がどんどん増えたら、もっと世の中華やかに、ね、なるかなと。そうです、そうです、そうです。皆さんがね、園芸店を潤わせてくれたら、ここにガーデン、ガーデンが大きく出せるかもしれないね。ちょっとまだ3枠ぐらい増えたんじゃないですか。でも本当に園芸業界って今まですごく厳しかった時代が、ね、はい、つい最近本当コロナで逆にちょっと新しいお客さん増えたけど、それまでは結構だんだんとね、園芸って下火下火って言われてきた業界になったんで、はい、これをきっかけに本当に盛り上げて、ね、そうですね、行きたいかなっていう、あのもう今せっかく足をね、踏み入れた方たくさん、ね、いてくれるんで、そうです、そうです、そうです、そのもうね、いい趣味というか楽しい趣味、ね、楽しい趣味で、あの絶対なるんで、イメージちょっと作っていきましょうか。はい、あのいいイメージを、かわいいかわいい言い続けて、そう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 、これからもあの、ね、優しいかわいい園芸を、そうです、そうです、ね、うん、この顔でやっていこうかなと思ってますので、私この顔なんでお許しください、はい、あの本当みんな、ぜひね、土と花と触ってほしいなって思います、うん、思います、はい、お後がよろしいですか。まあ、またあの、ね、気になることあったら聞いてください、うん、あのまだ僕はいますので、カーメン君はもうもうちょっとね帰らないといけないんで、はい、名残惜しいですが、またね機会作って、そうですね、本当ありがとうございます、ありがとうございました、楽しい機会を、はい、でね、うちの YouTube チャンネルの方にももちろん、ガーデン君、ガーデン、あ、カーメン君ガーデンチャンネル、はい、カーメン君ガーデンチャンネルの方のリンクも、ね、貼らせていただいて、そうですね、水塚さんのところの店舗で、はい、チャンネルも撮らせていただきました、はいはい、なので、お互いこうちょっとぜひね、YouTube ご覧くださいということで、はい、今日はここで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。皆さんガーデンがね、お互いチャンネル登録よろしくお願いします。またね、またね、バイバイ、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、協力ありがとうございます、カーメン君との対談、本当はねもっともっとお話ししたいことあったんですけど、時間もね限られてたので、でもまだ初めてね、コラボしたばっかりだったんで、またこれからもそういう機会を増やして楽しい、なんと YouTube ライブっていうの、 YouTuber 同士の交流なんかもしていきたいと思ってます。とにかく、この1年絶対いい年になりますから、絶対いい年になる。鬼塚もまだ言えないな、たくさん、たくさんぜひ皆様、よろしくお願いします。それじゃあまた会いましょう。またねー。